ご予約ください。この先チケットは必要エリアです。ショウスケチャンネル。皆さんバーローシ、どうもショウスケです。さあ、私は今国立競技場の駅にいます。私がこれがどこに行くのか決まっているでしょう。ここまでおしゃれなんだから、さあレッツゴー。さあ、私の真後ろにはでーん、来たー、国立競技場。さあ、やってまいりました。新国立競技場も中入ってきましたよ。すげえって、すげえって。待って、これゲートの入り方がわからないけど、すげえすげえすげえ。ちょっと歩いてみよう。カテゴリー1のレッツゴー。新国立を歩いてます。どうやらゲートを間違えてみてください。これからゲートをくぐっていよいよスタジアムの中に入りたいと思います。海みたいなので、どんどん向かっていきたいなと思います。さあ、今ゲートの方をくぐってエスカレーター乗ってるんですけど、すごい、これチケットに QR があって、 QR をかざさないと中に入れないんだね。これはすごいよ、ここで今カテゴリー3に向かっておりますけども、これはすごいよ、すごいすごい。新国立の中です。いやー、オープニングイベント楽しみ。オープニングイベントが終わったわけですけども、もうすぐ独占退場が行っているんで、今なかなか出れないんですけど、これから新しい歴史がこれになるので、今イベントが終わって人が徐々に一回席から順に出てってるんですけど、すっごいやっぱこう席がやっぱ綺麗。最大のお待たせいたしました。カテゴリー3にお座りの方、どうぞお帰りの準備をお願いします。まだカテゴリー3が多いからまだまだ出れないんだけどね。帰りなんですけど、スタジアムの別競技場の下を歩いてるんですけども、本当のすごく木のぬくもりがありますね。そして何といっても、まず濡れないだろうっていう感じで、ただ少し外出れば確実に雨には濡れるんですけども、けど雨に濡れる心配はほぼないのかなと思います。これ高いところですね。で、ここもやっぱりこう木のぬくもりがあって、ほんと、あ、ザ・木のスタジアムみたいですね。和のスタジアムだなぁと。はい、ナルコさん、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 ナルコさん、国立競技場いかがですか、一言お願いします。どうですか。じゃあ、2人インベーダーやりますよ。はい、行くよ。はい、行っておくれちゃった。インベーダー、変わらずの親子です。まあ、こんな感じでスタジアムはこうなってます。で、基本的にスタジアム入るときは、さっきも、最初の方で言ったんですけど、QR を読み取ってゲートに入っていくって形になるんで、多分 ACL の、プレーオフもそうなんですけど、もしなったとしたら相当多分入場とかに入りにくいかもしれない。これがその QR のあれですね。これが QR のあれになります。やめろ。
違うよ。カラスティーコの人でガラガラで入った感じで形になります。というわけで今回はここで、お楽しみなんでございますけども、新国立のお披露目会に行ってきたという動画でした。本当にすごいね、いいスタジアムで、これからここでいろんな、伝説や、ドラムが生まれると思うので今から楽しみです。というわけで、私翔介、 Twitter、Instagram、TikTok、ゲーム配信のミラティブ、そしてゲームスチャンネル、他にもね、あとブログラベーバーやってますんで、ぜひ皆さんチャンネル登録などよろしくお願いします。というわけで、今回ね、すげえ新国立楽しみだと思った方は高評価、そして、いろんな動画を上げていきますんでチャンネル登録よろしくお願いします。というわけでまたお会いしましょう。荷物置いてみた。それではまたお会いしましょう。あてまいす。楽しい国立の帰りにイルミネーションを一人歩く男。ご視聴ありがとうございました。 Twitter やミラタブの URL は概要欄へ Go、 新チャンネルは左のアイコンをポチ、皆さんチャンネル登録フォローよろしくね。